帝国、ハプストリア帝国、そしてルーシ帝国。彼らは定期的にヴィアン会議と呼ばれる首脳会議を行っていました。ヨーロッパをいかに治めていくか、情報交換の場としていた会議ですね。列強の筆頭はブリタニア帝国。当時も今もヨーロッパで最も権勢を振るっている国だ。クローディアス皇帝はなぜ来ない？お察しいただけるか。随分とユトランドに叩かれているからの、出てはこれまいて。季節は未だ冬、寒さに凍えておいでではありますまいな。皇帝陛下より皆様にお言葉を預かっております。聞こう、モーセ。間もなく春が来る。それだけか？それだけにございます。面白い御仁ですな。皆様も分かっておいででしょう。我がルーシ帝国がヨーロッパの地図を書き換える時は春の兆しが満ちる頃にございます。どうぞご期待を。成り上がりね。いつもながら不快な輩。キャツラメが来ると室温が下がりますな。全ては古より伝わる戦を止め、ヴァルキュリアの思うままにですよ。本日はお忙しいところを時間をいただき恐縮です。いいえ、私もこういう機会をいただいて感謝しています。では早速。開戦以来、破竹の進撃を続けるユトランド軍を引っ張るのが姫ということで、今や国民の信頼と人気は不動のものといえます。そこで王女様が今この戦争に何を思い、今後どうお考えなのかをお聞きしたくて、この場を設けさせていただきました。どうぞ、どんなことでも質問してください。1854年の1月6日、オフィリア姫が滞在人フリートの取材を受けたという記録が残されています。オフィリア姫は飾らぬ言葉で、自身が最前線に立つ意味、国民一人一人への思いなどを語りました。解放とは、まさにこの戦いを象徴する言葉ですね。はい、この言葉が国民を一つに結びつけたと思うのです。確かに。それから、この機会にお伝えしたいことが。どうぞ。実はルーシ帝国の兵士に亡くなったと思われていたイプセリアの王子がご存命なのです。それは本当のことですか？はい。確かなことはまだ。王女様、非常に扱いが難しい問題です。その話を記事にするかどうかは私にお任せいただけますか？お姫様は相変わらずだ。レアティーズ王子の件は記事にはしないよ。当然だ。アムレート、王女と王子を合わせるのは危険だ。現場で何とかならないのか？殺すしかないだろうな。余計な仕事を増やしてすまんな。四将を名乗っているんだ。
ならば俺たちにとっては敵だ。でも、なんでわざわざ四将になったんだろうな。皇帝なんて親の仇だろうに。とにかく、予測のつかない行動をされては困る。頼むぞ、アムレート。ああ。どこ行くんだ？俺は俺のやるべきことを。バイオレットが探りを入れているが、ディアン体制の不協和音が顕在化してきている今、列強側から牽制するのが最善手だからな。これがうまくいけば、武器の開発や調整をする時間が捻出できるだろう。さすがはスレイマン、悪巧みの顔は伊達じゃなかったな。そうだな。